エギル・ダニエルセンは、ノルウェーの元陸上競技選手である。彼は、1956年に開催された、メルボルンオリンピックの男子やり投げで、金メダルを獲得した。ノルウェー南東部のヘードマルク県にあるハーマルで生まれ、その地のスポーツクラブハマーイドリッツラグで、陸上競技に取り組んだ。ダニエルセンは、1956年のメルボルンオリンピックと1960年、 ローマオリンピックの2回、男子やり投げのノルウェー代表として出場した経験がある。メルボルンオリンピックでは、決勝の4投目で85メートル71センチの投てに成功し、2位のポーランド代表、ヤヌス指導に6メートル近くの大差をつけて、金メダルを獲得した。この投てきは、ダニエルセン自身の生涯最高記録でもあり、1959年6月5日に、 アメリカのアルキャンテロが8 6ル4センチの記録を出すまで世界記録でもあった。オリンピックの金メダル獲得と世界記録樹立の快挙により、1956年のノルウェースポーツパーソンオブザイヤーに選出されている。次のローマオリンピックでは自己ベストに遠く及ばない7 2ル9 3ンチの投擲しかできず、予選を通過できなかった。 その他の主要な大会では、1954年のヨーロッパ陸上競技選手権大会のやり投げで10位、1958年の同選手権大会で銀メダル獲得などの実績がある。彼は1953年から1957年にかけてやり投げのノルウェー国内チャンピオンだった。現役を退いた後、ノルウェーのミニ政党、 年金者党から選挙に立候補している。OL、ヘルトン・イーガル・ダニエルソン・ ERDD。フトン・ポストン、https、www、フトン・ポストン、ノー、スポーツ、i、ゴクップ6、OL、ヘルトン・イーガル・ダニエルソン・ ER、DOD2019 年7月30日閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1956メルボルン・サマー・ゲームズ。 メンズジャベリンスローフィナールラウンド2011年6月11日、閲覧。ワールドレコードプログレッションジャベリンスローメンアーカイブ2009年8月22日、ウェイバックマシン2011年6月11日、閲覧。スポーツジェローノリスタネススタッチエットアーカイブ2006年3月3日、ウェイバックマシン2011年6月11日、閲覧。 アスレチックス・アット・ザ・1960ローマ・サマー・ゲームズ・メンズ・ジャベリン・スロー・クオリファイング・ラウンド2011年6月11日、閲覧。ヨーロピアン・チャンピオン・シップス・ストック・ホルム1958、19アーカイブ2011年8月21日、ウェイバック・マシン2011年6月11日、閲覧。スプイド・ジャベリン・スロー2011年6月11日、閲覧。 ストローティングエレクション2005オフィシャルエレクタールリスツバイカウンティー2007年7月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年6月11日閲覧ありがとうございます